死者、行方不明者88人を出した紀伊半島号を追う。10年が経った。大きな被害を受けた三重県期。町は、教訓から、事前の行動計画イコールタイムライン。全国に先駆けて導入。10年経った今、命を守るた。の取り組みは進化していた。東口隆さん、海、20メートル。ここが疲ることあったら、気泡町、ないわ東口隆さん。 71、気宝町、船田地区の町を長年務めている。2021年4月、住民の悲願だった。何のためのお高台が完成した。東口隆さん、子、まで、海抜20メートルで、ほとんど大丈夫。想定は、ただしやん。想定外が起こるんやから、起こったん。から10年前の2011年9月、気宝町を襲った、紀伊半統合。 台風12号に伴う大雨で街を流れる、愛の谷川が緑。一人が死亡、一人が行方不明となるなど甚大な害を受けた。東口隆さん、ちょうど日差しの暗いとちゃうかな。一階部分の点は全滅やな、野谷川沿いにある東口さんの利用点は完全浸水。船田地区は当時、約230世帯のうち7割を超え、世帯で床上浸水した。 東口隆さん、和獣包みがるやん、ルヤンこの堤防を越える、手前のところまでの写し、はとった。午後5時になったら、ここいっぱい、み、ないけになっとった。自分の想定を超えたわけ、想定を超えるから災害、超えなかったら、想定、想定を超える災害に対応できるための備え。豪雨から4年後の2015年、気泡町が全国に先駆けて入りしたのがタイムラインだ。 タイムラインと台風のように震度などが予測できる災害に、え、あらかじめ行政や関係機関が取るべき行動を解き、列で細かく決めておく計画のこと。気本庁で台風上陸の5日前からの計画を決めていて、2、に、実際の災害時に運用されている。船田地区は住民が取るべき行動をまとめた地区番下村員も独自に作っていて、全戸に配布し、 周知を図っている。導入から6年が経ったタイ。ラインは時代に合わせてより進化していた。口隆さん、台風が来た場合、3日前に役場からイムラインになりましたよと連絡が来る。そ、をどうやって知らせるかと言ったら、ラインで民に流す町からタイムライン開始の一報を受けると地域を取りまとめる。班長などで作るライン、ループで共有。 高齢者らを取り残さないよう、湖まで働きかける。さらに、東口隆さん、情報国ってあるやん。何人避難しとるとか、全、わかる。町内14地区の区長が持つタブレット端で、避難状況をシェア。地区ごとの被災状況や、利内物品といった情報を共有できる。東口資産、進化は、毎年しているつもりでおる。ごと、毎年、新しいものを、 気泡上防災対策室の担当、タイムラインを作成している地区のステー状況がわかる形になっています。各地区の他レッド端末は町役場の防災システムともれ、している。町は避難状況などをリアルタイム把握できるため、タイムラインの段階ごとに民がどう動いているかを管理、共有できる。宝町防災対策室の担当者、 タイムラインが進することによって、みんな早め早めの避難が、くなって、避難者数も増えていると思います。段を登ると、海抜60メートルまで避難できる船、地区の高台、救助ボートや、ショベルカーまで、得た。しかし、東口さんはどれだけ準備しても、あとは、住民の意識が重要と話す。東口隆さん、パリ人の問題やろな。 人の教育が一番がたし、逃げてくれと言っても、逃げへんのやから。善の人に言いたいのは、ちょこちょこ災害あり、すやん。テレビで放送してくれるやん。しても、でも、みんなどっかで人事だと思っとるわ、ることはまだいくらでもある。防災はきりな、で、東海テレビ。<music>